今回は敵とバトルしたりマスを進めながら自分のカードデッキを構築強化していくことでステージを進めていくカードバトル型のローグライクゲームワイルドフロストを紹介していくよ。可愛い絵柄のカードがバトルするってだけでこれまでカードバトルをやらなかった人も入りやすそうな作品になってるんじゃないかな。可愛いは正義。今回は本作の魅力を事前にプレイしたデモ版や事前情報からゲームの概要を紹介していきます。ぜひ購入前の参考にしてみてください。また本作は2023年4月13日に Nintendo Switch、Steam でリリースを予定しています。はい、8080インディーゲーム沼です。このチャンネルではこれ以外にも面白いインディーゲームをたくさん紹介してますので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンで応援の方お願いします。それでは早速ゲームの方紹介していきましょう。ワイルドフロストのパブリッシャーのチャクルフィッシュは当チャンネルおすすめのゲーム、イーストワードのパブリッシャーでもあるんですよね。だからめちゃくちゃ期待度が高くて、制作を行うのは2017年の高評価アクションケイブブレイザーズの開発元とフォレジャーのデザイナーによるものになっています。可愛く個性的な絵柄のカードに出会えるのが楽しみになってくるデザインですよね。このゲームの舞台になってくるのは雪の世界、ワイルドフロストと呼ばれる嵐によって永遠の冬に閉じ込められて数百年、今やこの町スノードウェルが最後の砦になっていて、プレイヤーは太陽の神殿を目指してこの真っ白な季節を終わらせるのが目的です。ゲームは基本的にローグライクの要素があるカードバトルゲームになってます。ステージごとにマスをたどっていって、仲間のカードやアイテムを集めながらデッキを構築して最終的にボスを倒して進んでいきます。この気になるカードバトルはまず仲間カードとアイテムカードに分類されます。キャラクターはこの体力と攻撃のステータスがあって場に出すことができます。またターンごとに下にあるカウンターが減っていくことで攻撃順が回ってくるようになっているんだけど、このカウントシステムのコントロールが勝敗を大きく左右します。こんな感じで仲間カードはカウント経過でしか攻撃できないので、まずは手持ちのアイテムカードを使うことでターンを進めていくんです。ここではこのボロボロの剣を敵にドロップすると相手に2ダメージが入って1ターンが経過しました。こんな感じ。このようにアイテムは叩くだけじゃなくて味方カードのカウントを減らすことができたり、体力回復やパワーアップと場のキャラクターをサポートしていく役割があります。このアイテムカードでターンを進めながら仲間カードのカウント経過で攻撃するのが基本的な攻撃パターンになってきます。これを利用して連続で攻撃を叩き込んだりできるんだけど、敵カードも同じようにカウントが進んでいくから、それまでにできるだけライフを減らしたり壁カードを配置して攻撃を受けたりといった、自分のカードだけじゃなくて敵のカウントを理解して目測しながら戦っていくことになるのがちょっとね難しいポイントですね。バトルは敵カードを倒すとウェーブカウンターに合わせてさらに敵が登場して、最後のボスを倒したらバトルは勝利になります。大体のボスは厄介な能力も同時に持ってるから、しっかり把握しないと苦戦することは必至。場に出したリーダーを倒されてしまうとゲームオーバーになってしまうから、できるだけ仲間と耐え忍びながらカウントを手持ちのカードでうまくコントロールしていくのがこのゲームの勝利へのポイントになってきそうです。このようにボードゲームのようにマスを進めていくと、止まったマスに合わせてイベントが起こってデッキを強化することができるようになります。この氷漬けの旅人では氷の中から複数の仲間カードが出現しました。ビッグベリー強そう。仲間カードにはこんな感じで、先ほど説明したステータスに加えて特殊効果もあるんで、気に入ったカードを追加していきましょう。それ以外にもこの宝箱からはアイテムカードを手に入れることができたり、とあるマスではお守りを手に入れることでその特殊効果を装備したカードに付与することができたりします。このように毎回変わるマップの中でプレイごとのランダムさを楽しみながら、自身の選択でカードの組み合わせを構築してデッキを作りながら進んでいくことがこのゲームの楽しさになってくるんじゃないかな。こんな感じでゲームを進みながらバトルで倒されてしまうと、拠点となるスノードウェルの街に戻されちゃいます。プレイヤーは何度もステージを挑戦することで得られる経験値的なものを経て街を発展させることができるんですよね。デモ版では発展によってペット小屋と発明家の小屋が新たに街に追加されたことで、ペットカードをアンロックして冒険に連れていくことができるようになったりしました。他にも拡張された新たなエリアではカードや部族、コスメティックアイテム、チャレンジ要素、イベントといったいろいろな冒険に役立つものを手に入れることができるみたいです。ちなみにデモ版ではボスを倒すのがかなり難しかったんだけど、今回の製品版はユーザーの意見を受けてちょっと難易度調整が入ってるみたいですね。またコアユーザー向けには別途チャレンジモードっていうのがあるみたいなので、やり込みたい人はそちらを攻略することもできそうです。絵柄の可愛さもあっていろいろなカードを手に入れたり新たな敵キャラに出会うこと自体がすごく楽しいんだけど、ストーリー要素はねちょっと薄めな気がしてて、カードバトル重視のゲームになっているかなという気がしました。
それ以外にも日替わりでカードセットが用意されたり、デイリーチャレンジとかもあるみたいなんで、長く楽しむことができる仕組みもあるみたいです。ワイルドフロストは2023年4月13日に Nintendo Switch Steam でリリースを予定しています。このチャンネルでもリリース時に実況プレイしていきたいと思っているので、よかったら見てみてくれると嬉しいです。これからもこんな感じで面白いインディーゲームたくさん紹介していきますので、よかったらチャンネル登録や高評価ボタンで応援の方もお願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。